赤ん坊を抱くオンゲ族の母、オンゲ族とは、インド領アンダマン諸島に住み、狩猟採集生活を行っている、先住部族の一つである。オンゲ族は、アンダマン諸島のジャラワ族たちと同じく、地球上で孤立した種族の一つで、ほとんど外部との接触をせずに生活してきた。オンゲ族は、インドマレー系の民族とは全く異なるアンダマン、諸島系の独自の言語、オンゲ語を話す。 音源とは、彼らの言語で、完璧な人を意味する言葉である。1800年代初期と2004年のアンダマン、諸島民の部族の分布の変化音ゲ族の生活は、小弓と矢を使って、イノシシや鳥類を狩猟したり、川の浅瀬や海岸で網を使って、魚、カニエビなどを取ったり、果物や好みを収集して、生活を行っている。 音下族の男性は一人でイノシシを狩ることができるようになるまでは一人前と認められず結婚することができない。音下族は大津波に関する説話が伝承されており2004年に起きたスマトラ沖大地震の際にはこの伝承に基づいて音下族の96人全員が高地に避難して生存することができた。1901年の人口調査では672人から なる部族であったが、1911年に631人、1921年に346人、1931年に250人、1951年に150人と減少した。2008年の時点で、の人口は96人程度であるとされている。また、恩下族の夫婦の約40%には子供がおらず、 女性は28歳より若くに妊娠することがほとんどない。乳幼児の死亡率も約40%程度あるため、生殖指数は0.91であり深刻な人口減少問題に直面している。外来との接触が歴史的に少ない集団であったため、病原菌に対する抵抗力も弱く、絶滅を危惧したインド政府は、オンゲ族を2つの保護区に分けて統制管理し、 部外者との接触を制御している。オンゲ族の Y 染色体ハプログループは、で、アフリカ後に、北ルートを取ったモンゴロイド系ハプログループ D1A2 ビットのみで、占められる。一方ミトコンドリア DNA ハプログループは、でアフリカと南ルートを取ったオーストラロイド系ハプログループ M31、M32 のみで占められている。遺伝子分析により、オンゲ族は、東アジア、 東南アジアを祖先に持つ遺伝子が32%観察されている。ありがとうございます。